マイブロークンマリコ、星2、内田英二っぽい感じの作品。ブラック企業に勤めているヤンキー気質のメスの主人公の親友がガメをべらして、そのメスとの思い出に浸るという作品。全体的にいい感じにこじらせが演出できており、悩んでも仕方のないことを悩むという人族特有の神々の遊びにどう折り合いをつけていくのか?を描いたメス文学作品。ガメをべらした親友のマリコは、実の親から性的虐待されて奴隷のように扱われて、さらには母親は自分ではなく娘に劣情を催した夫じゃなくて娘にキレるという最悪の毒親の家庭で育ってしまったために、強烈なこじらせというバッドステータスが付与されているために、父親と同じクズじゃないと付き合えない、とか、主人公のメスが彼氏できたら死ぬ、とか言ったヤンデレちゃん。そんな親友のヤンデレちゃんを救えないことをこじらせてしまった主人公が、なんやかんやあってその親友の一踏ん切りをつけるという作品。ガメをべらした親友の境遇が最悪で、バッドステータスを押し付けられて、こじらせてしまっている自分じゃどうしようもないし、唯一心を開いている主人公ではバカだからどうしようもないという詩が約束された是非もなしがとてもよくできてるモンゲーメス文学作品なので、親からの性被害や暴力が発覚したら、なるはやで行政に連絡してあたりの行政が来るのを祈るしかないし、この漫画はフィクションだからそれを実行しないけど現実だったら行政に連絡してあたりの行政が来るのを祈ることが最善策だね。そこからクッソ激烈に運が良ければあたりのカウンセラーを引けて、そのあたりがこのガメをべらした人族との間にクッソ運よく信頼関係を獲得できたなら、こじらせをなんとか説得できる可能性がビレゾンなので、でもここまで運悪くバッドステータスを押し付けられた段階では多分神カウンセラーでも信頼関係を構築できない可能性が高いからほぼ無理ゲーなので、被害に遭ったら下記 URL にアクセスするので不得する。